さあみなさんこんにちはスノーボードの青木玲ですさあ本日もやってまいりました youtube スノーボード大学の時間でございますどうぞよろしくお願いいたします、えー、最近はですね過去の僕のこう仲間というか友達の僕が作らせてもらったパートをいくつも見ていただいてっていうのが続きましたけれども今回はまたちょ,ちょっと、えー、授業のような形でこのホワイトボードを使って解説していきたいと思いますで 本日解説する内容は「基本姿勢」と「バランス」っていうふうにスノーボードする上でスノーボードをもしくは教える上で一番初めに知っておいた方がいいんじゃないかなっていうことを少しまとめて書いてみましたので是非とも本日も最後までお付き合いください。基本姿勢とととバランススってていうとスノーボーボドに対して両方とも 初歩的なというか非常に大事な事柄になってくるかなと思うんですねでこの基本姿勢っていうものを考えた時にじゃあこれを基本姿勢ってどういう状態のことを指すのかな直角行の姿勢直角行してる時の姿勢を基本姿勢っていう風に考えるこれもいいんじゃないかなと思いますもう一つ横乗りの姿勢 スキーのように正面を向いていれば左右対称で同じように足を曲げましょうもしくは伸ばしましょうでいいかなと思うんですけども横向いている横乗りのスノーボードは横乗り特有の立ち方っていうのも必要になってくるんじゃないかなと思うんです。横横にに向向いいてててて下下りり坂坂ででももしし構構ええたたらら 前足と後ろ足の曲げてるもしくは伸ばしてる量が同じっていうのはちょっと考えづらいなと思うんですね。下り坂,下り坂滑っていくよっていうふうにもし構えていったら前足足よりも後ろのの方が曲がが曲っていくのが自然かなと思うんですでもこれスキーみたいに左右対称で正面向きで考えてしまうとそういうのには なかなか行き着かないのでしっかりとこの横乗りのの姿勢っってていいううものをちょょと考えていきましょう直角の姿勢と横乗りの姿勢まず直角をする時何が大切かなっていうとまっすぐ滑ってほしいからボードをフラットにとにかく近づけるようにしていきますよねまあフラットな状態で滑ろうとするとそうすると足の裏足裏は 全体的に乗っているっていう感じもしくは足裏の真ん中つま先かかとがあったら真ん中辺に体重が乗ってるよっていう風に要は全体的に乗っている真ん中辺に乗っているつま先側にもかかと側にも重心が重さがあんまり動いてないよっていう状態を直角この時の姿勢では必要になるかなと思うんです。 足裏が全体的にフラットであるというのが大切です。じゃあこれ横乗りの姿勢っていうアプローチから考えていくと次どうなるか。横乗りっていうものを考えていくとちょっと下にイラスト描いてみましたけども横に向いているのでくるぶしの位置足のくるぶしの位置赤丸つけてみましたにより基本的には ヒールよりかかと側に体重がかかっているっていうのが僕ら自然かなって思うんです。これはもう正面向いてでも普通に棒立ちで立ったらかかとに乗ってるまあ向きは関係ないですねもうねどこ向いててもいいです。普通に立つと足元こうやってなっててくるぶしはかかとの上にあるから基本的にはかかとで立ってるっていうのがとても立ちやすいというか自然かなって思うんですね。 でかかとで立ってると自然なんだけどここだけで立つよりは全体的に立った方がバランスがいいので足首とか膝とかを調節してここにある体重をふわっていう風に全体的に広げてあげるとより立ってる面積が広がるので立ちやすくなるかもしれないそういう風に基本的にはかかと荷重であるっていうのが 横乗りの性質で当てはめるとやっぱりヒールサイドエッジ側にどうしても体重っていうものがより安いですよねっていうのがこの横乗りの姿勢の特徴と言えるかなと思います。普通に立つとくるるぶしのの位置がかかとの上にあるからかかとと上ににあら荷重になりやすいです横に向いているとそれがトーサイドエッジヒールサイドエッジに対してかかと荷重が強くなると。 ヒールサイドエッジばっかりに重さがかかりやすくなるようになりますよねというのが横乗りの姿勢そのまんまもし滑り出すとかかとかかとかとかとの方に行ってしまって今度直角ができないですよね直角ができないなので直角をかかと側にあんまり乗ったりとかしないで自然と立ってる状態をまず作ろうと思ったら 棒立ちで立つとかかと荷重なのでそれをうまく調整してあげて足の裏全体的に立ちやすい姿勢これのことを基本姿勢っていうふうに考えてあげるといいんじゃないかなというふうに今回まとめてみました。基本姿勢は足の裏全体でしししっかりと踏みめるよううに立ちましょう いいじゃないいいでですかここれはこれは全然いいと思うんですよねいいと思うんですけれども足裏全体で踏みしめるように立つっていうのが僕らは自然にできるわけではなくてスタートはかかと荷重がスタートでそれを調整することによって足の裏が平らだったりとかもしくはちょっとこう体ねじって立ったり。 すると前足はかかと側だけど後ろ足はつま先側だなみたいな足裏の変化が生まれたりとかっていうふうにつながっていくんじゃないかなと思います。真真んん中中にににそそももあるから真ん中に立とうねじゃなくってそもそもヒール寄りにあるものをうまく調節しながら真ん中に立ってあげると。 つま先にもかかと側にも極端に重心移動してない状態が作れるからそれをまず基本姿勢と考えてみましょうそしてその基本姿勢をうまく初心者なんかに教えていく時にはこういった部分から基本姿勢が出来上がってるんだなっていうふうに意識しておいてあげるとかかとに乗りやすいイコール 直角甲からヒールサイドターンはしやすいんだけどトーサイドターンがものすごく難しいよねっていうのがこれ全員共通の悩みだったりとか、えー、とクリアしていく <coughs> 過程になっていくかなと思うんです横滑りなんかもそうですよね基本的に初心者のレッスンではいつま先側からやってみましょうって絶対やらないんですよかかと側からやってみましょうってなるんですねなんでかっていうとかかと荷重が得意な 横乗りなのでかかと側だったら調節しなくても乗ってさえいればいいからかかと側で行ってみる反対につま先側で横滑りしてみようとなるとつま先で調節が必要なので非常に難しいのがサイドスリップのトーサイドエッジの操り方かなと思いますなので基本的には非対称になっているから ヒールサイドエッジとトーサイドエッジも使いやすさ乗りやすさというのが全く違うものを僕らはうまく操りながら楽しんでいますよね。それの基本となる姿勢バランスを考えるとヒールサイド側にあるバランスをうまく基本姿勢っていうところに落とし込んで出来上がっているのが僕らそれぞれ皆さんが考えている基本姿勢に行き着いていると、えー、アプローチの仕方じゃないかなと思います。そして、 じゃあその上今の話はまあ足裏中心に話したので足裏からじゃあ足首どういうふうに曲げたらいいの膝は股関節は体どういうふうに使うんだよっていうふうに次になっていくじゃないですかこれをしっかりと解説していきながらそれをじゃあそのままカービングに当てはめるんだったらだからこういう動きにしていくといいんですよっていうのを僕このシーズンオフにやっているオンライン座学でえしっかり解説していると。 というようよなな流れとなっておりますこの YouTube の方ではこの基本姿勢とバランスっていうテーマであくまでも表面的な部分をちょっと、えー、解説させていただきましたそこから突っ込んでもっともっと全身の考え方それを使ったテクニックの考え方それを使ったカービングの上達にはっていうのを、えー、次が第1回目のオンライン座学なんですけれども今週の日曜日6月18日に 開催します、えー、詳細はですねジョイントハウス僕若君と一緒にやってますジョイントハウスお店のオンラインショップの方で、えー、エントリーできるようになっております、えー、郵送物とか特にないのでオンラインショップポチッとやっていただければあとは当日 Zoom、えー、の、あのー、ID 入力していただければ大丈夫ですという形でこのシーズンオフ雨の降る梅雨 ですけれども、スノーボードのことをちょっとしっかりと考えておきたいなって思う方は、ぜひぜひ、僕の YouTube 毎日見ていただくことと、2週間に1回開催しているオンライン座学。ちなみに今回のテーマはこれを掘り下げていく日曜日となりますので、チェックしてみてください。それではまた、スノーボーダーの青木玲でした。